得な情報、スペシャルなお知らせをコンタント TV で配信する予定みたいだから、みんな忘れずにチェックしてね。私は何としても生き残る。たまには体も動かさないとね。野郎だ。手抜いて勝てる相手じゃなさそうだな。何このパワー、あなた何者なの。俺がこのベジータ様が押されているだ。俺は穏やかな心を持ちながら怒りに目覚めた戦士、スーパーサイヤ人孫悟空だ。かかってこい。早くもくたばりやがったか。今回はこれくらいにしといたどうだ。驚いたぜ、大したもんだ。やるな。だが俺も負けられねえ。参ったぜ。追い詰められるとはな。
ッガック。そんな奴にやられやがって、このバカ野郎が。貴様は俺の獲物なんだぞ。鬱陶しい野郎だ。俺がこのベジータ様が押されているだと。最悪。それなら俺を楽しませてみろ。どうした？もう諦めんの？注目注目！タイムパトローラーのみんなにお知らせよ！近々ことが決まったわ。その名もコントント TV よ。そんな話ありましたっけ？わしゃ聞いとらんぞ。ほお、ほん、お、ほん。大事なことやお得な情報、スペシャルなお知らせをコントント TV で配信する予定みたいだから、みんな忘れずにチェックしてね。ようこそ。もう正義はいらん。覚悟は決めた。
Prepare for battle! Pathetic! このベジータ様に戦いを挑むとは、とんだバカがいたものだ。仕上がって頭にくるぜ。あっという間に片付けてやるぜ。おめえやんじゃねえか。俺はもう負けてらんねなに、このパワー。あなた、何者なの。この俺が、ブザラだ。エオン。俺は穏やかな心を持ちながら怒りに目覚めた。スーパーサイヤ人孫悟空だ。決められるとはな。最初から全力で来い。逃げ場はない。あんなやるじゃねえか。この力でも勝てないというのか。これこそが昔の俺だ。残念で冷酷なサイヤ人の自分を取り戻す。嫌だったな。ただそれもここまでだ。
これが究極のサイヤ人の力だ。うっ、スリーが破られるなんて。今俺に近づく。やけどどころじゃ済まねえぜ。さすがにやるもんだぞ。どうした？もう諦めんのか？